こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、お買い物はその29、ロサンゼルスの今、という話です。今日ご紹介する、このモールなんですが、ここはサウスベイギャラリアというところです。以前ね、住んでいた場所の近くだったものですからね、随分こちらの方を利用してたんですけれども、まあ、ちょっとね、引っ越してしまったということで、あまりね、来なくなった場所ではあります。そうですね、ここね、来たのは多分4年ぶりぐらいじゃないかと思うんですけどね。ここにはね、ノードストロームラクというお店があります。これはね、いつも言っているノードストロームという、まあ、どちらかというと、まあ、高級な、百貨店ではあるんですけれども、そこのですね、アウトレット商品をまあ使っている、そういうね、お店が、ありました。でね、今回はね、ちょっとこちらに来て、そしてさらにこのモール随分懐かしいので、まあ、そこをね、今日はご紹介したいと思っております。このノードストロームラック、先ほどもご紹介した通り、シアトルの、まあ、百貨店チェーンだそうですね。で、それとは別に、まあ、アウトレット商品を扱うということで、まあ、ここにあるものをアズイズで買っていくような形になっちゃうんじゃないかと思うんですけどね、いろいろ、まあ、素敵なものが置かれておりました。でね、ここに来た19年前ぐらいの時からここ来てることは来てるんですがね、お店がね、例えばこういろいろ置かれているとしてもね、なんか商品が下に落ちてたりね、ちょっと生活程度の低い人で買い物来てるのかなと思ったんですがね、やっぱりね、19年も経つと随分それも改善されたのかということでね、随分置いてある商品も随分おしゃれになったような気がしますね。やはりね、この辺のと、まあ、住宅価格、昔はそれほど高いもんじゃなかったんですが、まあ、最近ね、特にコロナの影響もあって非常に住宅価格上がりましたのでね、住んでる方々も随分買われたのかなというふうに思います。さてね、それでね、次に行きましたところはこのサウスベイギャラリアという、まあ、これショッピングモールなんですけどね、こちらの方にね、入ってみました。ちょっとね、以前来ていた時よりもね、店の数は減っちゃいましたし、もちろん人も減っちゃってるし、何かね、ちょっとこう随分変わってしまったなという印象を受けますね。まあ、これもね、結局いつも我々が行っている、まあ、デルアムファッションセンターっていうところと、まあ、ここどちらか行ってたんですが、最初はね、それがね、今デルアムファッションセンターが随分改装されて、まあ、いろんなお店、ここもね、ノードストロームがあったんですけど、それも動いてしまったということでね、どちらかというとこっちは寂れた形なのかなというふうに思いますね。でね、ここ映画館 AMC という映画館がありまして、まあ、随分ね、子供たちと一緒にね、スターウォーズとか見に来たことがあったんですが、まあ、今はね、まあ、COVID-19 の問題もあって映画館あんまり行かなくなりましたしね、もちろんネットフリックスとかもあるし、映画館行かなくてもいいような時代になってしまいましたからね、結構皆さん経営は厳しくなっちゃったんじゃないかなって、そんな風に思います。まあね、このモールでね、まあ、長男なんかちょっとアルバイトしてたこともありますのでね、まあ、我々にとってはね、まあまあ、思い深い、まあ、そんな場所ではあったわけなんですけれども、まあね、今はね、こうやって人もね、あまり来なくなって、しかもお店ですね、結構アンダーコンストラクション、つまり、まあ、空き店舗になってしまったというようなね、ちょっと場所になってしまいましたね。まあ、
土日はねあまり来ないんで分かんないんですがね、もうちょっといっぱい人がいるのかなとは思うんですけれどもね、果たして、どうなのかはちょっとよく分かりません。まあ今日は平日ですのでね、人が少なかったのかもしれません。こちらはね3階にある、まあ、モールの、まあ、フードコートですよね。でね、ここでねよくパンダエクスプレスとか食べていたんですが、まあ、今ねこの年になるとね塩分強いものちょっと食べづらいんでね、なかなかね今ねこちらで食事をするということは今ないですね。まあね、そんなねサウスベイギャラリアでありました。まあ、ちょっとね懐かしいというのとちょっとね寂しいというのと、なんともね表すのに難しいような、そんなようなね場所になってしまったかななんてちょっと思います。まあね、ノルストロームラックはね他にもいろいろお店ありますのでね、まあやはりまあめったに来ない場所になっちゃったかなというふうに思います。そして入ってるねお店もこのコールズというのとメイシーズというものですが、まあ、メイシーズはね行くにしてもコールズってアマゾンのリターンの場所になってまして、それぐらいでしか入ったことなくて、多分ね一回もコールズで買い物したこともないんじゃないかなと思うんですが、ね、19年経ってもしっかり店の名前も変わらずやっているということはね、まあ、それなりに地方の方では必ずあるお店なので、まあ、しっかりね運営できているんじゃないかなというふうに思います。で今ねこれ帰り道なんですが、ここの場所はね昔平日でもね車が渋滞してここから出るのが大変だったんですが、今はねご覧のように、まあ、スムーズに通れるぐらいちょっとね空いている、そんなね場所になってしまったかなというふうに思います。でここがねホートンブルーバードということでね、初めてここへ来たでここで車を通ったわけですけれども、なかなかここもね思い出深い道ではあるんですが、ご覧のようにね全然車いないんですよ。でやっぱりねこれねアメリカはスタッフグレーションじゃないかなと思うんですね。物価がどんどん上がってとうとうお金が出せない人が増えてきたと、そんなようなね気がしてならないですね。まだ好景気だと言ってるのがどうもね、ちょっとマッチしないような気もします。さてね次こちら来たのはね、これもね前住んでたとこ近くだったんでしょっちゅう来ているこのモールなんですけれども、銀行もねユニオンバンクという三菱系のようなものを利用してたり、このミバモという、これはリカーショップですよね、お酒売ってる店では全部利用してたところで、昔はねここにね、スポーツシャレットという、まあ、スポーツ用品店があったんですが、それもね今、クローズ、つまり倒産してしまいまして、でね今度新しいその場所に、お店ができたというんでね、ちょっとここをね興味あったんで今回行ってみました。でここはね、韓国系のスーパーマーケットでハンナンマーケットというところです。でねこのちょっと先にも同じマーケットもありましてね、ただ近くで2店舗目ができたってことは内容は違うのかなということで、こちら今入ってみたんですがね、売り場から売ってるもんから何から全て場所までですね同じでした。それでねやっぱりね韓国系のマーケットっていうのはねやっぱり日系のマーケットに比べると安いですよね。ちょっとねディナさんと値段を見ながらね、あ日系のマーケットと全然安いよねっていう、まあ当初ねこちらへ来た時はね随分このハンナンマーケットっていうのは利用していて、あれも安いこれも安いって思ってたんですがね、その後はね日系のスーパーしか行かなくなって、今ね改めて来てみると、ああいろんなもんが日系のスーパーより安いんだねっていうのがねよく分かりましたね。なんでね次からはねちょっとね、少しね物をこう使い分けてこちらに買い物にね、来た方が、まあ、インフレ対策になるかなというふうに思いました。まあね、そんなね
今いろいろこのトーランスという町もね変わりつつあるようです。そんなね、お買い物でございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。